はい、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。今日もゆっくりまったりのんびりと見てってくださいね。盛大な BGM で驚いたと思いますが、実はチャンネル登録者様が500人いきました。ありがとう、ありがとう。これもいつも見てくださる方、応援してくださる方、コメント、高評価、拡散してくださる方、皆様のおかげで登録してくださる方が、今日は新規の方のため今までの建築を見ていただこうかと、前回の投稿の後、リプレイモッド入れました。久しぶりで操作がおぼつかないのですが、ゆっくり見てってくださいね。まずは、リベンジで作ったお船です。前回お船を初建築しまして、大きすぎとテケトーすぎまして、なので、今回小さめの船を作ってみました。その時にコメントで灯台をリクエストしていただいたので、港と灯台を作りました。港には、停泊中の船も作ってみました。今回本拠点として、ツリーハウス的に作ってみましたが、狭すぎて、荷物が置けないです。次回の課題ですねー。こうやって見ていただいたらわかると思いますが、特別な技法みたいなのは使ってないというか、使えません。気にしてるのは、色合いと頭の中のイメージに、どこまで近づけられるかですね。お店の看板も、実はコメントでのリクエストです。普通の文字で書くんじゃなくて、ドット絵って言うんですか?にしてみました。ほんのページがめくれてる感じ、難しかったです。レコード屋の音符は、お気に入りです。以前は、レコードだけ、ドドンってあったので、おはぎに見えてました。お花屋さんのお花変わりました。よかったら過去の動画をご覧ください。めちゃめちゃ良くなったと思います。今回の建築は主に統一感を意識してますが、桜が来たことにより、ピンクが増えたので色の統一感ができなくなり、屋根の形で統一感を出してみてます。まあ、今とんがり屋根のブームが自分に来てるだけかも。まだ、ここには村人さんがいないですが、いつか、賑やかになるといいなって、思ってます。ほとんど、私の脳内イメージで出来上がってますが、何か、リクエストなどあれば前向きに検討しますので、遠慮なくコメントお待ちしてます。ただ、私流なのでご了承ください。それと、これからなんですが、やはり最終目標は1000人ですが、期限とかは設けずに、ゆっくりまったり、のんびりやっていきます。一人でも多くの方に見ていただいて、面白いとか、癒されるとか思ってくだされば嬉しいです。今年この後予定してる建築は、ハロウィンとクリスマスです。クリスマスは裏でちょいちょいやってますが、ハロウィン建築は動画にしますので、お手柔らかに。こう見ると、だいぶ賑やかな街になったなぁ。実は噴水がここのシンボルだったんですが、灯台に取られちゃいましたねー。大きいから存在感がね。次回の建築場所はこの下です。クリエで練習したので、多分大丈夫かと。ただ、今回はあまり使わない色なので、周りとどうなるのかちょっと心配です。はい、今日はこんな感じで、皆様本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします。この動画が上がった頃減ってなきゃいいな。では、また、見に来てくださいねー。バイバイ。